ラフェルイコール・ボアルネは、フランス、サントルイコール・バルド・ロアール地域圏、ロアールイコール・エイコール・シェール圏のコミューン。ラフェルイコール・ボアルネは、ブーブロン川沿いに位置する。ヌングシュル・ブーブロンと、ロモランタンイコール・ランの間を走る、県道922号線と923号線が、交差する地点にあたる。ボアルネのシャトー古代に、村があったことを証明するものは何もないが、 伝統的に、下の道と呼ばれてきたローマ街道が、ヌングシュルブーブロンから、ラフェルテの城の近く、ノービオデューナムビッチリグムのオッピドムを通過していた。村はおそらく、11世紀にあった、修道院を一掃して生まれたのだろう。大女祭エルベが1033年に、三次会教会を創設した。サンバルテルミ教会は1149年に、創設され、 12世紀半ばに破壊された後、1524年に再建された。教会のポーチには数世紀にわたって巡礼者が残した十字架が刻まれている。墓地には幕間恩家の墓もある。現在、中世の城の遺跡はほんのわずかしか残っていない。一部の石が周辺の住宅の建設資材に使われたからである。伝説によると、城に残されていた。 壁に囲まれた地下は、教会や今だ村に残る、数軒の住宅の資材となったという。1429年には軍隊を率いた、ジャンヌ・ダルクが村を通過している。1752年、中世の城を破壊したのは、フランソワ・アド・ボワルネだと見られる。彼は、リーワード・アンティル諸島総督及び公爵であった。彼によって1764年、それまで、 ラフェル・テアブランと呼ばれていた村は、フランソワの爵位名に合わせて、ラフェルイコールボアルネと改名した。彼は隣に古典様式の邸宅を建てた。二つの新旧の城がしばらく共存した可能性がある。フランソワの息子で、元ライン軍司令官、アレクサンドル・ド・ボアルネは、後にフランス皇后となるジョゼフィーヌ・ド・ボアルネの最初の夫である。彼は、 コミューンの主張となったが、フランス革命後の恐怖政治時代に、ギロチンで処刑された。アレクサンドルとジョゼフィーヌの息子ウジェーヌは、父の領地を管理して、美しくした。城は、帝政末期とウジェーヌの国外亡命後も、管理人が管理していた。1821年から、最後の入居者によって、シャトーが荒らされていった。1824年にウジェーヌが死去すると、 ラサール夫人に売却された。アレクサンドル・ド・ボアルネの孫息子であるシャルル・ルイ・ナポレオン・ボナパルトは1852年に村を訪問している。彼は現在も役場として使われている建物と2つの学校を建設した。参照元1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をするものの重複分を除いたもの。 それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。